フェルディナンド・カルディ、フェルディナンド・カルディ、ファーディナンド・カーリー、1770年2月9日から1841年2月17日は、イタリアの作曲家、ギターリスト、最も有名なクラシックギターの作曲家、かつクラシックギター指導法の著者の一人で、現在でも、その指導法は用いられ、作品は演奏され続けている。コンチェルトや、 室内楽を含めてクラシックギターのために多くの曲を作った。その数は12年間で400曲を超える。ナポリ生まれ。同時代の多くの人と同様に聖職者。当時、聖職者はアマチュア音楽家でもあったより、音楽理論を習った。最初はチェロを学んだが、20歳の時にギターに出会い、人生をギターの研究と進歩に注ぎ込んだ。当時、 ナポリにはプロのギター指導者がいなかったため、独自の練習法を開発した。カルッティは才能豊かな演奏者であったため、ナポリでの演奏会は人気を博し、すぐにヨーロッパ中を演奏旅行するようになった。1801年、フランス人女性と結婚した。数年後、ミラノで作曲を始め、地元の出版物に寄稿した。 パリでの演奏旅行を大いに成功させ、その後パリへ移住した。パリはその当時世界の音楽の中心、首都として知られていた。カルッリはパリで音楽家そして指導者として成功を収め、ギターを上流階級とパリの音楽家に広め、愛好させた。彼の作品の多くが出版されたのもパリであり、ついには彼自身が 出版社となり他の優れたギターリストの作品を出版した。1830年代には、カルディに魅了された多くのギター奏者が彼を追ってパリへとやってきた。その多くのギター演奏者たちと共に、パリで熱心にギターの指導を行った結果、パリの貴族たちをも生徒とした。現在、カルディの最も偉大な作品とされる多くの楽曲、小曲は、 一般的な演奏者にはあまりも難しかったため、すぐに出版社により、細かく切り分けられてしまった。そして、切り分けられてしまったがゆえに、その多くが失われたと思われる。他の出版社によって切り分けられることを防げなかったため、自身の楽曲、小曲を自ら出版し始めた。しかし、現在まで伝えられている重要な作品の多くは、主に基本的な技術を教えたり、 初心者のために十分使えると他の出版社が認めた曲であった。多くの生徒と支援者がいたが、作曲した素晴らしい作品の多くが出版されなかったため、彼自身は自分のことを素晴らしい名声に値しないと考えていた。簡単な楽曲、小曲のみに限定すると、カルビィは世界的に知られている古典的なギター練習法であるギターへのハーモニーの応用。 今でも授業で使われる楽曲群を書いた。出版の時点で、この練習法は非常に評判が良く、何度も版を重ねた。晩年はギターの構造を改良することを試行し、フランスのギター製作者であるラコートとギターの音質を改善する重要な変更を行った。カルイッテは1841年2月17日、パリに手没した。カルッリは 彼の生きた時代では最も多作な作曲家の一人であった。ギター演奏のために400曲以上の作品のほか、ギターといろいろな楽器の合奏のために無数の曲を書いた。最も影響力のある仕事は、1810年発表された古典期最初のギター教則本、作品番号27である。後にカルカッシュ教則本と繋がるものであった。にある 生徒と先生用二重奏曲は大変有益なものであるが世界中で出版される時に切り離されてしまった。原点版は民国府より出版されていたが現在は入手不可能である。我が国では不運なことに先にカルカシ教則本が米国から先に輸入されたため原点版かルリ教本が輸入されることがなかった。 クラシックギターを学ぶ学生の指導に今も広く使われているが、本来の意図するあり方から離れた抜粋でしか使用されていない。他にもギター伴奏によるソルフェージュ教本も出版。また、カルッリは息子のグスタボとギターとピアノ合奏曲を数曲作った。また、室内楽団と他のアンサンブル作品も書いた。多くのクラシックギターリストがカルッリの作品を 幾度もレコーディングしてきた。1980年代のイギリスでは、デュオト町長、デュオイン G 作品番号34が、SF、テレビゲーム、ザ・アドベンチ・イゲームのカルト主題曲として、間接的にかなり好評を得たが、カルッリの最も有名な作品は、間違いなくアレキサンダー・ラゴヤとジャンピエール・ランパルにより、レコーディングされたギターとフルートのためのデュエットである。 前述したデュオと長長、デュオ・イン・ジーもまた何度もレコーディングされているが、ジュリアン・ブリームとジョン・ウィリアムスによるものがも有名である。クラシックギターを学ぶ学生の指導や熟練者が特定の技術を完璧に習得する手段として19世紀に出版され今日もまだ広く使われ非常に影響力のあるカルッリの指導法に加えて初期のギターの外観に多くの変更、改善を加え、 今日使われている最新の形態へ、クラシックギターを近づけた。19世紀前半までに、ギターは、5体の弦がついたリュートのような器具から、平らなど、ボディ、長いさを、ネックと円形の強行、サウンドホールが中央にある、我々が今日知っているギターによく似た楽器へと進化した。しかし、現在のものとは少し違い、カルディの最初のギターは6弦ではなく、 むしろ語源であったと推察され、リュートやビューエラのように、各弦は、復元、弦の各組は、コースと呼ばれるであった。一組の弦は弾いた時に、豊かな共鳴音を生むが、クラシックギターで使われるピッキングには、あまり適してなかった。このことは、同じような復元構造のリュートが通常プルッキング、かき鳴らすや、稀にストラミング、軽くかき鳴らすにより演奏することと大きく。 異なっていた。また、この頃のギターはボディが、より小さくより厚みがなく、バイオリンやウクレレのようにより反響しない音であった。また、ギターの調律ペグは、機械式ではなく、今日のビオラやリュートのように抹殺式であった。機械式調律ピンは、今からわずか約100年前、軽い日の時代よりかなり後になって考案された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。